こんにちは。インターナショナルワイヤークラフト協会の土屋千恵子です。今日はアルミワイヤーを使って作るこちらのストールを留めるクリップの作り方をご紹介したいと思います。まずはじめに使う材料を説明します。こちらアルミワイヤーの太さが 1.5 ミリのものを50センチ、こちらが1本ですね。ワイヤーをきれいに伸ばす方法は概要欄の方に別の動画を載せてますので、そちらをご覧ください。こちらアーティスティックワイヤーといってアクセサリー用に使うワイヤーなんですけれども、こちらの28番という太さのものを1メートルですね。ビーズは直径が6ミリのものを3種類3個ずつ、そしてパールは直径が5ミリのものを1種類3個ですね。丸カンは大きい方が 1.0×6 ミリを2個、小さい方が 1.0×5 ミリを2個用意します。そしてチェーンは長さを1センチにカットしたものを2本用意します。こちらがストールを留めるドレスクリップになります。こちらを2個。ペンでもいいですし、このようにね、円筒状のもの、直径が15ミリの円筒状のものをご準備ください。はじめにアルミワイヤー 1.5 ミリですね。こちらの端と端を合わせて真ん中を出していきます。この時に右上に伸びているワイヤーの方が上側に重なるように合わせを取ってください、ね、真ん中を出しまして、真ん中位置に太さが15ミリのペンなどをね当てます。そしてなるべく隙間が開かないように、で両方の長さがね同じぐらい余るように一周ずつ、このようにね長さが同じぐらいになるように確認しながら巻いていきます。このようにこちら 1,2,3,4,5,6,7 周巻いた状態で右と左にぴょんぴょんと流しておきます。こちらの左右に流れている方を上向きにして、一番下の輪っかから丸く花びらの形に広げていきます。少しずつですね、この一点が真ん中に来るように少しずつずらしていきます。この時にこの丸いコイル6個で花びらを作っていきます。でコイルを全部開いてしまうと6個以上になってしまいますので、ここねどちらか片方は2つコイルが重なっている状態で 1,2,3,4,5,6 個ね花びらができる形で丸を作ります。そしたらですね、この2つ重なっている方のコイルのちょうどこう戻ってきたこの中心のところでカットしますね。でこちらが表側になりまして、こちらの後ろ側はちょっとこう輪っかを開くようにして、そして一度こうね上側に立ち上げてから先端を大きくこうね
動かすようにして、引っ掛けやすそうなところに通します。でこの時左動かないようにしっかり押さえながら引っ張ってください。これはどこに引っ掛けても大丈夫です、ね、固定されれば大丈夫ですので、はい。そしたら表向きにしまして、少し残してこのようにカットします。そしてラジオペンチで押さえていきましょう。次にアーティスティックワイヤーで本体にビーズを留めていきます。アーティスティックワイヤーも端と端を合わせてシューッとね、真ん中を出します。はい、そしてパーツの表裏を確認します。こちらの後ろ側から前にね、引っ掛けて留めた方ですね、あとこのカットしてある方がね、上になってる方が表側になります。表側の方からどこでもいいですのでね、アーティスティックワイヤーをまず通します。で後ろで、ね、ちょっと交差するようにしまして、先ほどとはね違うところから引っ掛けて、また表の方に出していきます。はい、でこの時にこう、ね、結構この細いワイヤーってカクンって折れ目がつきやすいので、ちょっとこう指を一本添えてピーッと引っ張ってあげて、ワンクッションこうね、踏んでからピッと引っ張ってあげると細いワイヤーもね、ダメージがなく綺麗に引っ張ることができます。これ今表側にねワイヤーが伸びている状態です。そしたらどちらでもいいですので、ビーズを一つ通します。そしてこのビーズの下側とこの花びらの間が 1.2 センチ、12ミリですね、になるぐらいの位置で、このようにL 字に曲げて、また裏側に通します。はい、今こういうふうにコの字型になっている状態ですね。で、ちょっと小さくて見づらいと思いますので、このようにね、図に書きますと、このね本体の花びらから 1.2 センチのところにビーズが来るように、アーティスティックワイヤーをこうね、この字に曲げて通しました。そしたらこうね、ちょっと寄せまして、ここ1回、2回ねじります。反対側のもう一本にもビーズを通します。これはパールもビーズも純不動で大丈夫です。で同様に 1.2 ミリぐらいの位置でこの字に折り曲げて後ろ側に通します。それでちょっとね、2本を沿わせて、後ろ側しっかり押さえたまま、1回、2回、ねじります。で、今、ワイヤーがね、両方とも裏側に来てますので、またこれを表側に通します。
でこの時に表側のビーズが後ろに回らないように整えながら表に、ね、通してください。同様に全てのビーズとパールを通してねじっていきます。ビーズとパールをすべて通してねじりました。そしたらこのね、近くにあるこのビーズ同士をちょっとね、こうランダムに絡めて固定していきます。あんまりキュッキュね、ねじりすぎると切れてしまいますのでね、全体がまとまり感が出る感じで大丈夫です。こんな感じでね、そしたらこのアーティスティックワイヤーを始末していきますので、今こう後ろにあるワイヤーを表側にどこでもいいですから出してください。そしてこのね、ビーズの首元にこう1回2回ぐらい巻いて、このね、際のところでカットします。もう一本も同様に表側に通して始末をします。先ほどとはね、違うビーズの首元に2回巻いて、カットして、次に本体に大きい丸カン、1センチのチェーン、小さい丸カン、ドレスクリップの順につないでいきます。はい、大きい丸カンはちょっとこう広めに開いて、ちょうどこの花びらの交差しているところに引っ掛けます。そしてチェーンを通してから丸カンをつなぎます。丸カンをきれいにつなぐ方法は概要欄に別の動画をアップしていますので、そちらをご覧ください。小さい丸カンを開いてチェーンに通します。ドレスクリップも通してから丸を閉じます。同様に反対側もつないでいきます。はい、これで完成です。